それでは、ウェビナーに参加いただきありがとうございます。ウェビナーを開始したいと思います。担当させていただきます、リスケールの中村と申します。それでは、ウェビナーなんですけど、リスケールにおける、AVL ファイヤーで、で、流れをちょっと説明したいと思います。まず最初に、AVL ファイヤーの紹介とリスケールのクラウドのプラットフォームで、デモで最後にご質問をお答えしたいと思います。で、弊社は AVL とグローバル的なパートナーシップがありまして、で、日本でのパートナーは CTC です。で、一言ちょっと CTC さんにお願いしたいと思います。CTC の富坂さん、ちょっと、お願いします。CTC の富坂です。お願いします。CTC の富坂、よろしくお願いします。では、私からですね、日本市場におけるですね、CTC の役割を簡単に紹介させていただきたいなと思います。まず、我々と、リスケール社の関係なんですけれども、この9月にですね、正式にリスケール社と取りあ、あの契約を交わして取り扱いを開始しました。で、今ではですね、国内で70社ほど引き合いをいただいていて、すでにですね、AVL を使った解析をしているお客様もいらっしゃいます。簡単にですね、CTC の紹介をさせていただきたいと思います。で、CTC ですが、伊藤忠系の IT 子会社でございます。で、特徴としては、このようなものがございまして、国内でですね、様々なベンダーさんとリレーションを持ってですね、日本のお客様に、最新の IT のソリューションをお届けするというような、会社になっています。で、我々ですね、海外にも拠点がございまして、CTC アメリカというですね、シリコンバレーに拠点があって、ここで25年以上ですね、最先端の技術をキャッチアップするということをしています。で、今回、リスケール社との、契約もですね、この CTC アメリカを通して、調査が始まりですね、契約に至っております。で、このようにですね、CTC、もともとはサンマイクロのですね、システムが、世界で一番販売しているという実績があったんですけども、そういったところから始まってですね、様々なメーカーさんの製品を取り扱ってですね、最新の製品の取り扱いとして、今回 HPC のクラウドのリスケールという会社さんと契約を結ばせていただいて、日本でこの製品、クラウドをご提供するという役割を担っております。CTC なんですけれども、サイエンス分野に関しても取り組みを行っておりまして、製造関連の解析からですね、土木であったり資源とかいった解析までやる部隊があって、こういった部門とですね、協調して、今、この HPC のクラウドを提供するということをやっています。で、リスケール上ではですね、AVL を含め様々なソフトウェアが提供されていて、日本はどうしてもですね、このソフトウェアの省流が複雑だったりですね、アメリカの契約が必ずしも日本でですね、提供される、同じように提供とも限らないので、このあたりですね、米国との契約の違いを、あらわにしながら、日本でどういったサービスが提供できるかっていうのを、各ソフトウェアベンダーさんと協力して、エンドユーザー様にお届けするというのがリスケールのビジネスにおける、CTC の役割になっています。CTC の役割としては、以上になります。中村さん。はい。CTC 富坂さんありがとうございます。それでは、AVL ジャパンにちょっと、AVL と AVL ファイヤーの説明をいただきたいと思います。
AVL ファイヤーを用いたディーゼル燃焼シミュレーションについてご紹介させていただきます。AVL ジャパンの山倉と申します。まずはじめに AVL についてご紹介させていただきます。オーストリアに本社を置きます。世界12カ国にテクニカルセンターを有しておりまして、30カ国60拠点に営業サービス拠点を、保有しております。グローバルの、従業員数が、約7000名、AVL ジャパンにおいては、約250名の社員が働いております。AVL では1948年の創業以来、一貫したパワートレイン開発で培った、設計ノウハウ、開発手法、開発ツールを提供させていただいておりまして、世界中の様々なパワートレイン、車両開発をサポートしております。AVL ファイヤーについてのご紹介を簡単にさせていただきますと、AVL ファイヤーとはですね、AVL の燃焼、エミッション、熱管理プラットフォームに不可欠なマルチフィジックスコードとなっております。基本構成としてはですね、プリプロセッサーと、ポストプロセッサー、メインプログラムの構成となっておりまして、燃焼エミッションについて解析するための必要なモジュール、例えばですね、着火モデルであるとか、燃焼モデルであるとか、燃料の噴射モデル、液膜モデルなど、そのようなモジュールが実装されております。また他にも、多層流や電磁場の解析、電気化学などのマルチフィジックス解析を行うためのモジュールや、熱マネジメントを行うためのモジュールなどを実装しており、車業界を中心に広くご利用いただいている CFD コードとなっております。ではここからディーゼル燃焼システム開発についてご紹介させていただきます。ディーゼル燃焼システムの開発においては、トレードオフとなるような場合も含め、複数のターゲットを同時に満足しなければならないという課題があります。それはですね、年々厳しくなる排気ガスに対する法的規制であったり、出力、効率、信頼性、耐久性など、エンジンの性能に求められる要求の高まりなどが理由となっております。それに伴う影響としましては、開発コストの高コスト化であるとか、開発期間の長期化のようなものが挙げられますが、そこで AVL ファイヤーによるバーチャル環境での多数のデザインバリエーションの検討というのをソリューションとして提案させていただいております。まずはじめに、島内流動を最適化する吸気ポートの開発の例について、ご紹介させていただきます。左側の、コンターズについてなんですが、こちらは、実測の、結果とファイヤーによる、計算結果を比較した、コンターズになっております。それぞれ島内の、位置における流速分布を表しておりまして、ファイヤーにおいては、形成体フラン流モデルと、パンズモデルの、結果を、表示しております。ご覧いただけると、お分かりのように、実測をよく、表現していることがご確認いただけるかと思います。また、右下のグラフにおいてはですね、横軸が、バルブリフト量を表しておりまして、縦軸が、SUR ナンバーを表しております。それぞれの、バルブリフト量における、数値計算の結果と、測定結果をプロットした図になっておりまして、こちらの方でも、ファイヤーの計算結果が、実測をよく表現していることが、ご確認いただけるかと思います。このようなですね、島内流動を最適化するような、計算においては、各ポート形状における、解析はもちろん、それぞれの形状において各バルブリフト量における計算を行う必要があります。
そのため数多くのシミュレーションが必要になってきますので、コンピュータリソースが非常に鍵となってきます。またこちらでは、島内流動を最適化するピストンボールの開発についてご説明させていただきますが、左の図に示しますように、赤丸で示したような設計変数を変えることによって、概念実証であるとか、エンジン性能ターゲットとの最初のマッチング、ロバスト設計などを行うことが可能となっております。またそれらを自動パラメータスタディすることによって短時間でエンジン性能とデザインの相関を取り数多くのバリエーションの検討を行うことが可能です。左のグラフにおきましては上から最適化に関する目的関数の計算指向に対する応答ですね。2段目は SR ナンバーを表しています。3段目は EGR 率を表しておりまして、4番目は R4、設計変数を表しております。このようにですね、工数のほとんどはコンピュータパワーに大きく依存しておりまして、エンジニアがかける工数としては、その最適化ループの設定をするのみとなっております。こちらのスライドでは典型的なシミュレーションシナリオについてご紹介させていただきます。まずですね、左側のグラフ、黒い枠で覆われたものがですね、ディーゼルの分光数の、分母の各方向のバリエーションを表しております。左からスプレーアングルが150度、真ん中がスプレーアングルが145度、右側がスプレーアングル140度を表しておりまして、それぞれ、緑色の線、オレンジ色の線、赤色の線は、スワールナンバーを表しております。また、それらを結ぶ、このシンボルの、こちらでいうと青い線なんですが、こちらは、分光数のバリエーションを表しています。これらをそれぞれ計算することによってこちらのグラフの NOX の生成量と SUT の生成量をマッピングすることによってエミッションの最適化を行うことが可能となっております。またディーゼル燃料の温度の影響について計算することも可能でして、ファイヤーにおいては噴射ノズル内の流れと燃料温度の影響を考慮に入れた燃焼シミュレーションを組み合わせることが可能です。まずノズル内の流れについて解析を行いまして、その噴光での情報をですね、燃焼側の計算に持っていくという手法をとっております。燃料温度の影響としては平均圧力や平均温度への影響はほとんどないんですが、エミッションへの影響は大きいということが分かっております。こちらで、その、実際に計算した、コンター図を見ていただきたいのですが、左側が、スートの質量分率を表しております。右側が NO の質量分率を表しております。それぞれ303Kの燃料温度、353Kの燃料温度、403Kの燃料温度だった時の燃焼解析の結果を表しております。ご覧いただくと分かるように燃料温度によってそれぞれの質量分率の分布が異なってきていることがお分かりいただけるかと思います。またこちらのスライドでは島内の NOX の生成量、スートの生成量を燃料温度ごとにグラフ化したものになっております。上のグラフが NOX の生成量を表しておりまして、青いバーが 303K、 緑色のバーが 353K、 黄色いバーが 403K の計算結果を示しております。
これらのことから、燃料温度が高いと NOX の生成は増加する傾向にあり、燃料温度が低いと SUS の生成が増加するという傾向があることが計算から捉えられております。また、SUS の流形に関しましても、FIRE のアドバンストモーションモデルにより予測することが可能となっております。実際の測定結果とファイヤーの結果を比較したグラフが左側に表示されておりますが、これらによりエミッション生成に関する非常に詳細な知見を得ることが可能となります。左側の下のこのアニメーションに関しましては、横軸が温度、縦軸が等量比で、各点がですね、計算に使用したセルを表しておりまして、それぞれのセルがどのような温度、等量比となっていたかという分布を表しております。また、ディーゼル燃料の噴霧に関しまして、LES によるシミュレーションを行うことによって、噴霧の挙動の詳細を知ることが可能となります。こちらの右下の動画は、実際にファイヤーの LES を使った燃焼の時の温度コンターを表しております。実際に近い火炎構造のモニターが可能となっております。ただ、LES においては計算コストが非常に高くなりますので、こちらにおいても計算リソースの確保が鍵になります。以上のことから、ディーゼルの燃焼システム開発においては、求められることとしては、小コストでの効率の良い燃焼システムの開発というのが求められます。それに対する手法としては、詳細なモデリングのノウハウと、広範囲な経験に基づく標準化された手順、またはそれらを自動設計の最適化ループにリンクすることで実現しております。FIRE のシミュレーションソフトとしての強みとしましては、広範囲に検証された信頼性の高い噴霧燃焼モデル、また噴霧の初期条件の設定のための噴射ノズル内流れとのインターフェースなどが挙げられます。FIRE の計算に必要なハードウェアとしましては、お手元の汎用的な PC で可能なんですが、常時使用しない場合であるとか、計算コストの、マシンスペックによる、長時間での計算が必要になるとかですね、そのようなことがありますが、クラウドコンピューティングにおいてはオンデマンドのリソースを提供し、シミュレーションのニーズのピーク時を効率的にカバーすることが可能となります。はい、以上となります。AVL 山倉様、ありがとうございました。それでは、リスケールの説明を、会社としての説明をちょっとしたいと思います。本社は、サンフランシスコにございます。5月から東京オフィスも、オープンします。で、弊社の商品としてですけど、基本的には、スケール X エンタープライズってあるんですけど、これはエンタープライズの、クラウドソリューションです。で、データセンターは、日本はもちろんですけど、米国、ヨーロッパ、世界中にあります。ハードウェアは常に最新のものを提供していますが、ジオンプロセッサーや GPU、インフィニバンドもございます。ソフトウェアは、AVL Fire Excite と、他に120以上のソフトウェアを提供しています。セキュリティは、かなり、弊社としては、重要視していって、クラウド基準をいくつか持っています。で、お客様は主に、自動車や、重工と、航空宇宙関係が主な、ユーザーです。
リスケールと AVL の戦略的パートナーシップって結んでるんですけど、これによってリスケール上でAVL Fire の受領性ライセンス、もしくはすでに保有しているお客様のライセンスを持ち込んで、リスク、クラウド上でジョブを実行できる環境が整っています。で、これによって複数のジョブを同時にクラウドで実行でき、社内のリソースが、足りない場合、クラウドにバーストすることもできます。で、これによってコア数やライセンス数に制限されないシミュレーション、先ほどお話しあったような、大規模シミュレーションも可能になります。で、リスケールは何かと、簡単に説明しますと、IT、ハードウェアですね。データセンターと、管理。それをソフトウェアや、ハードウェアを管理する環境と、あとは、エンジニアからしたら、ソフトウェアがすぐ使えるってのがメリットです。先ほどおっしゃいましたが、リスケールは、セキュリティを重視していて、で、主な業界基準を満たしています。で、SOC2 と、あとはアメリカの武器輸出規制の ITA っていう基準があるんですけど、それも一応あります。で、これによってセキュリティに難しい米国の会社もあるんですけど、それ、リスケール上ではすぐ使える、その基準を満たしているのですぐ使えるってのがメリットです。で、そうですね。あとは、リスケールの上、クラウド上にあるデータはすべて暗号化されていて、で、クラウド内のデータ転送はもちろんなんですけど、お客様からクラウドへアップロードする場合と、あとはダウンロードする場合、すべてこれも暗号化されています。で、データを長期に例えばクラウドにリスケールに保管する場合も暗号化されています。それではちょっとFire のデモに入りたいと思います。最初ログインしたとき見える画面が、この画面になるんですけど、ジョブと、あとはジョブ作成、デスクトップは、可視化の機能なんですけど、まず最初に、ジョブを、このページでご覧になれるのが、どういうジョブがあるかとか、あとは、ジョブ計算のステータスですね。で、どれだけストレージを使ってるか、です。で、ジョブを作成したいと思います。基本的な流れとして、最初はファイルをアップロードもしくはクラウドから選択する。その後はソフトウェアの選択でハードウェアでも実行が可能になります。例えばですけど、ファイルをアップロード、クラウドへアップロードする、もしくは、すでにアップロードされたファイルを選択し、使うってこともできます。で、今回は、Fire ですので。で、ライセンスなんですけど、もちろん、リスケールから受領性も使うことできますし、あとは、すでにお持ちのライセンスも、使うこともできます。で、あとはバージョン選択なんですけど、ここにリストされてないバージョンがあればそれなりに対応してインストールしてます。で、今回は2014年のパッチ1を使いたいと思います。で、コマンドはもう入力すれば実行できる形になってるんですけど、テンプレート的に一応提供してます。今回は多分ケースだと思います。で、もし複数の複雑な
解析をしたい場合は、まあ、別にソフトもまた追加することもできます。で、あとは、ハードウェアですね。で、どのバージョンを選択したかによって、ハードウェアが、使えるハードウェアが制限されます。まあ、例えば、オニックスを使って、まあ、必要なコア数を選択して、そのまま実行できます。で、もし、これだけの、ハードウェアでなくて、まあ、他にもあるんですけど、例えば、インフィニバンドを使いたければ、インフィニバンドも使えますし、まあ、AVL は、GPU 使わないんですけど、GPU オプションも一応あります。でも、この状態で、実行を押せば、可能です。で、今回はちょっとクローンしたいと思います。クローンは基本的に、すでに実行されたジョブをまたコピーする形で、それによって、まあ、例えば、ちょっとパラメータを変更して実行したいって場合にちょっと役に立ちます。で、すでにありますように、ここに入力ファイルですね。で、あとは、コマンドです。で、ハードウェア。で、そのまま実行することができます。で、流れとして、まあ、一時期、キューされて、ジョブの設定とかをチェックするんですけど、その後は、まあ、クラスターが構築されて、このクラスターは、ジョブごとに隔離されてるので、ベアメタルとはちょっと違います。で、クラスターを実行して、まだジョブが流れて、あとは、まあ、解析が完了したら、ジョブの、出力ファイルが、アップロードされて、停止って形になります。すでに、完了したジョブをちょっと見たいと思います。で、ここが、結果ですけど、まあ、Fire の場合は、確か、まあ、個別にファイルを検索することもできますし、あとは、そうですね。まあ、すべてダウンロードすることもできます。で、解析がどのように流れたかっていうのも一応、ログしてますので、で、まあ、ご覧の通り、エグゼットゼロで正常に流れて終了してます。で、そうですね、あと、もしなんかジョブに問題が発生した場合は、まあ、サポートにご連絡いただければ、こちらで対処して、もし AVL さん、まあ、Fire の問題であれば、AVL さんに一応流れるようになってます。まあ、これは基本的なジョブなんですけど、もし、実験法や、最適化みたいな、ワークフローがあれば、それも可能になってます。これはオプティマイザーですけど、最適化ですね。で、最後に、リスケールの管理機能をちょっと紹介したいと思います。リスケールは、まあ、エンタープライズソリューションなので、リソースがどれだけ使われてるかとか、誰がいくら使ったとかいうことも一応モニタリングして、マネージすることができます。まあ、ライセンスプロキシーをセットアップして、まあ、別、まあ、すでに保有されているライセンスを、リスケールですぐ使うってこともできます。で、まあ、予算管理もありますし、あとは、ログやソフトウェアの、制限ですね。まあ、バージョンごとにも一応、制限とかも加えることができますし、ハードウェアの、制限ですね。で、あとは、
まあ、セキュリティに関する設定を細かくすることもできます。で、これでデモは以上です。で、ちょっと先ほどあったコアなんですけど、ちょっとそれに関してちょっと話したいと思います。この図は、オニキスとアイボリーっていう別、異なるハードウェアタイプがあるんですけど、これは同じ計算をコア数、異なるコア数で流してどれだけスケーリングするかってのを表してるんですけど、オニキスは最新のゼオンプロセッサーを使ってて、で、アイボリーは若干1世代前ぐらいのを使ってるんで、で、それに違う、もう一つ違う点としては、ネットワークですね。これは、オニキスは10ギガなんですけど、アイボリーはインフィニバンドです。で、まあ、50コアぐらいでしょうか。その、あたりで、まあ、インフィニバンドが、より速くなる。ってことを表してます。それによって、まあ、クラウドのメリットが出てきてると思います。で、これは、解析によって、まあ、最適な、ハードウェアを選ぶことができるっていう点ですね。で、まあ、これは、まあ、一例なので、スケーリングは、解析によって異なります。まあ、これは、エンタープライズソリューションズですね。ちょっとまとめますけど、まあ、エンタープライズは使用量とかリソースを管理することができます。あとは制限を、もま、管理することができます。あとはセキュリティですね。まあ、パスワードの制限を超えることもできますし、MFA、マルチファクターアテンティケーションを使うこともできます。であとは、まあ、明細書ですね。どれだけ、請求が来るのか、みたいなことも見れます。まあ、まとめとして、シミュレーションをクラウドで、一括して使えるってことと、で、あとは、まあ、インフラや、AVFファイアが、重量性で使える。で、足りなくなったらバーストするってのが、まあ、クラウドのメリットかなと思ってます。で、リソースや、そうですね、量、社内の量に、制限されないってのが、まあ、メリットかなと思います。で、クラウドであるので、まあ、他社と、チームと、コラボができるってことと、で、まあ、売りとして、セキュリティが高いってことですね。以上です。で、まあ、もし、お問い合わせがありましたら、info@rescale.com、もしくは、リスケールのウェブサイトに、をご覧ください。それでは、ちょっと、質問に、移りたいと思います。質問一つある、一点あるんですけど、これは AVL ファイアのトライアルがありますか？っていう質問なんですけど、はい、リスケール上にサインアップしていただき、AVL ファイアをリクエストすると、AVL ファイアが使えるようになります。CTC にご連絡いただければですね、我々から細かいと方法ですね。日本でご案内することも可能です。はい。もし、はい。そうです。そうですね。これで、質問は、他の質問は、後で、お答えすることにします。今回のウェビナーに参加いただき、ありがとうございました。